大道具、小道具の用意は万全。照明も調整済みっと。よっしゃ、これで準備完了だわ。そろそろ会場だ。劇の上演まで時間はあるから、それまで遊んでくるといい。そう来なくちゃ。屋台とか片っ端から回るわよ。回るのはいいんだけど、食べ過ぎて劇の最中に動けなくならないようにね。そんなの分かってるわよ。そういえばみんなも一緒に回るんでしょ。私とハンスは生徒会の仕事が残ってるから無理ね。あんたたちだけで楽しんできてちょうだい。生徒会の仕事ってひょっとして昨日言ってた？私も手伝おうか？いいっていいって。あんたはエステルたちを一通り案内してあげなさい。チビちゃんたちもそろそろ来るんでしょ？うん、ごめんね。ま、俺たちも暇を見て適当に楽しませてもらうさ。ああ、そうだヨシュア。来場者の中に俺好みの女性を見かけたらこっそり教えに来てくれよ。抜け出して口説きに行くからさ。はいはい、わかったよ。美人で背が高くて大人の魅力を備えたお姉さんね。おお、それでこそ我が友だ。まったく男ってやつは、理解に苦しむわね。大変長らくお待たせしました。ただいまよりジェニス王立学園第52回学園祭を開催します。さすがは名高いジェニス王立学園だね。学園レベルの祭りとは思えないな。今年は例年よりもお客さんが多いみたいです。よし、ついに始まったか。ハンス、とっとと行くわよ。おうよ、俺たちは生徒会室にいるから何かあったら来てくれ。了解、二人とも頑張ってね。では私たちも見物を始めましょうか。うん、レッツゴー。先輩、クローゼ君たちか。準備は十分にできたかい？うん、もうバッチリよ。やるだけのことはやったわ。そうか、それは楽しみだ。久しぶりに来てみたが、やっぱり母校はいいものだな。ここには青春時代のいろいろな思い出が詰まっているよ。
お、エステルにヨシワじゃないか。どうしたんだ、こんなところで。あ、ナイアル、あんたまで遊びに来たの？学園祭にはいろいろな業界人も呼ばれていますからね。ひょっとして取材の一環ですか？ま、そんなとこかな。その前にちょうど腹減ってたとこなんだ。腹ごしらえしていくとするか。市長、昨年の王国会議以来ですな。その後おかわりはないかな？見ての通りピンピンしていますよ。コリンズ学園長もご健勝で何よりです。今日はゆっくりと楽しませてもらうつもりです。学園の運営について市長にはいろいろと相談に乗ってもらった時期があるのだよ。王立の施設とは言ってもやはり地域の声は大切だからね。いやあ、君たちも来ていたのかね。私もこの学園祭には毎年招待されているんだよ。あ、カリナさんだ。こんにちは。いやあ、あんたたちか。ジャンのやつに聞いたよ。何でも学園祭の手伝いをしてるんだって？まあそんなとこかな。カルナさんは警備か何かの仕事ですか？まあね、ここの卒業生にはリベールの各界で活躍する著名人が多いんだ。毎年学園祭には彼らが招待客として集まってくるからね。警備には十分に気を使う必要があるのさ。へえ、そういえば誰かもここの卒業生だって聞いたような。ま、警備は私に任せて、あんたたちは学園に精一杯協力してきな。
ル市長。まあエステルさんとヨシュアさんじゃないですか。市長がどうしてここにいるの？実は私、この学園の卒業生ですのよ。毎年学園祭には顔を出させてもらっていますわ。へえ、そうだったんだ。それよりお二人こそ一体どういたしましたの？ひょっとしてギルドのお仕事かしら。実は。まあ演劇の助っ人に。私これでも演劇にはうるさい方ですの。エステルさんとヨシュアさんが出演するとなると見ない手はありませんわね。知り合いの人にはなおさら見てほしくないな。お久しぶりです、お二人とも。相変わらず元気そうですね。いつも申しておりますが、講習の面前ではご発言にくれぐれもご注意くださいませ。ここは王家が金を出してやってる学園だからな。女王の甥であるこの私がしっかり視察しなくては。生徒たちもさぞかし光栄に思っていることだろう。このおじさんも招待されてたのね。呼ばないわけにはいかなかったんだろうな。
最小占いマシーン。占ってみますか？誰のプロフィールを入力しますか？エステル・ブライト、父曜暦1186年8月7日生まれ。続いて相手のプロフィールを入力してください。ヨシア・ブライト、父曜暦1185年12月20日生まれ。それでは占いを開始します。今日の二人は非常に行動的です。相手や自分にやりたいことがあれば一緒にチャレンジする絶好の機会と言えるでしょう。ただ相手にあまり自分の意見を押し付けすぎないように気をつけなければいけません。相手のペースを尊重することで二人が成長する機会にもなるはず。とにかくお互い相手の気持ちを第一に考えることが大切です。占いを続けますか？誰のプロフィールを入力し、クローゼ・リンツ、父曜暦1186年10月11日生まれ。続いてヨシア・ブライト。それでは今日の二人は意識が同調し楽しく過ごすことができるでしょう。二人のどちらかにトラブルがあった場合は面倒に思わず手助けしてあげましょう。共通の意識を持つことで相手の知らない一面に気づくとともに二人の絆もより一層深まるはずです。今日一日で二人は互いに愛情や特別な仲間意識を持つことができそうです。占いを続けますか？誰のプロフィールを入力しますか？シェラザード・ハーベイ、父曜暦1179年5月14日生まれ。続いて相手のプロフィールを入力してください。オリビエ・レンハイム、父曜暦1177年4月1日生まれ。それでは占いを開始します。この日の二人は一緒にいてもどこかギクシャクした一日になりそうです。隠していた秘密がバレそうになり、ごまかそうとすれば相手に不信感を与えてしまうことも。共通の話題も見つからないため会話がいまいち噛み合いません。こんな日は無理に歩み寄ろうとせず思い切って別行動してみましょう。距離や時間を置くことでお互いの必要性を再確認できるはずです。占いを続けますか？誰のプロフィールを入力しますか？ライアル・バーンズ、父曜暦1172年11月25日生まれ。続いて相手のプロフィールを入力してください。ドロシー・ハイアット、父曜暦1182年1月22日生まれ。それでは占いを開始します。この日の二人は一緒にいてもどこかギクシャクして、隠していた秘密がバレそうになり、共通の話題も見つからないため、こんな日は無理に歩み寄ろうとせ、距離や時間を置くことで占いをず、誰のプロフィールを、エステル・ブライト、続いてシェラザード・ハーベイ。それで今日は二人がとても楽観的なものの見方ができる日です。互いの主張に多少の食い違いがあってもイライラしたりせず穏やかに過ごすことができるでしょう。いつもはどちらか一方が自分の意見を押し付けたりせかしたりとする二人ですが、この日は気持ちがとても安定していると言えます。普段言えないでいることを伝えるチャンスかもしれません。占いを続け、誰のプロフィールを、エステル・ブライト、続いてオリビエ・レンハイム。それでは今日の二人は行動が互いに譲らない部分に触れてしまい、
喧嘩を招くことになりそうです。喧嘩が長引くと不本意な別れへと発展することも。こんな日は二人だけでなく共通の友人などと共に大勢で行動するといいかもしれません。相手に何か言いたそうなことがあれば、それが気に入らなくても自分から寛容な心で聞いてあげましょう。占いを続けますか？誰のプロフィール？エステル・ブライト。続いてクローゼ・リンツ。それでは。今日はお互いにアクティブな一日になりそうです。行動力ががっちりと噛み合い、二人で楽しく過ごすことができるはず。会話も弾む時期なので、二人でいる時間をできるだけしっかりと取るよう心がけましょう。何かに誘われた場合は躊躇せずに乗ってみること。共通の趣味や目的を持つことで二人の仲はこれまで以上に進展しそうです。占いを続けます。誰のプロフィールを。エステル・ブライト。続いてライアル・バーンズ。それでは。今日の二人は意識が同調し楽しく過ごすことができるでしょう。二人のどちらかにトラブルがあった場合は共通の意識を。今日一日で占いを。誰のプロフィール。エステル・ブライト。続いてドロシー・ハイアット。それでは占い。今日は二人がとても楽観的なものの見方。互いの主張に多少の食い違いがあっても、いつもはどちらか一方が、この日は気持ちがとても安定して普段言えないでいることを。占いを。誰のプロフィール。ヨシア・ブライト。続いてシェラザード・ハーベイ。それでは。今日はお互いに行動力ががっちりと噛み合い、会話も弾む。何かにさ共通の占いを続け。誰のプロフィール。ヨシア・ブライ。続いてオリビエ・レンハイム。それで。今日の二人は非常に行動的です。相手や自分にやりたいことがあれば、ただ相手にあまり相手のペース、とにかくおた占いを。誰のプロフィール。ヨシア・ブライト。続いてクローゼリン。それで。今日の二人のどち共通。今日一占いを。誰のプロフィール。エステル・ブライト。続いてエステル・ブライト。それでは。オーバル相性占いマシーン、メモリーチェック。 OK、 再起動。占いを続けますか？誰のプロフィールを入力。ヨシア・ブライト。続いてヨシア・ブライト。それでは。オーバル相性占いマシーン、メモリ。占いをつ。確か空賊の砦でリシャール大佐と一緒にいた女性士官だね。大佐は以前から王立学園を訪れてみたいとおっしゃっていましたけれど、
何分今はご多忙の身。もう少しすればゆっくり訪れていただくこともできるはずだわ。見積もりはこんなものね。これだけあればきっと。書類の方は準備よしっと。あとは学園長に承認をもらわないとな。教授じゃない？おや、エステル君とヨシュア君じゃないですか。これは奇遇ですね。二人とも元気そうで何よりです。ひょっとして教授も学園祭に招待されたんですか？いえ、残念ながらそういうわけではありません。この地方にある紺碧の塔の発掘調査に来たんですよ。こちらの学園にひょっとしたら資料でもないかと思いましてね。はあ、熱心ね。ミラのない私の研究を支えているのは情熱と体力だけですから。そういえばこの学園のカリキュラムはいくつかのコースに分かれているそうですね。やっぱり展示とかやっているんですか？はい、3つのコースのうち社会科コースだけですが、学生たちによる自主研究の発表が行われています。おお、いいですね。学生時代を思い出しますよ。その研究発表というのはどこでやっているんですか？そっか、教授ってばこの学園は初めてなんだっけ。なんて説明すればいいのか。そうですね、この学園は建物が多いですし、よかったら案内しましょうか？それは助かりますけど、せっかく学園祭を楽しんでいる時に手間を取らせるのは、いいって、大した手間じゃないんだから。そうですか。では、君たちの都合がいい時に展示場までの案内をお願いします。それまでこの学食でのんびりと待っていますから。いやいや、それにしても学生たちはいいですね。この値段で毎日食事できるなんて羨ましい限りですよ。おお、なかなかどうして本格的な展示じゃないですか。歴史から経済までいろいろなジャンルがあるみたいですね。いやー、助かりました。これはなかなか楽しめそうだ。いえ、どういたしまして。私も社会科専攻ですから興味を持っていただけると嬉しいです。私はちょっとこういう難しいところは苦手だけど。はあ、たまには君もこういうものに興味を持とうよ。遊撃士だっていろいろな知識を必要とすることは多いんだから。
それじゃ早速拝見させてもらいます。案内してくれて本当にありがとう。にしてはよく調べてありますね。死んでるかい？すっごく楽しいよ。僕、いっぱいお菓子食べちゃった。あんたはちょっと食い意地張りすぎだってば。テレサ先生と一緒に来たの？うん、そこで他の人と話をしてたけど。こんにちは。あ、テレサ先生。先生、こんにちは。今日は招待してくれて本当にありがとうね。子供たちと一緒に楽しませてもらってますよ。なあ、クローゼ姉ちゃん、姉ちゃんが出る劇っていつぐらいに始まるのさ？私たちすっごく楽しみにしてるんだから。そうね、まだちょっとかかるかな。ちなみに私だけじゃなくてエステルさんたちも出演するのよ。本当？わあ、すっごく楽しみ。ヨシアちゃん、どんな役で出るの？なんて言ったらいいのか。見てのお楽しみってね。それより院長先生、まだマノリアにいるの？はい、宿の方のご厚意で格安で泊めていただいています。ですが。ねえみんな、劇の衣装見たくない？綺麗なドレスとか騎士装束がいっぱいあるよ。綺麗なドレス？騎士装束？興味があるみたいだね。それじゃあ特別に劇の前に見せてあげるよ。やったー、ホーリーも行く。舞台の控室にいるから後からゆっくり来てよ。それじゃあついてきて。ヨシアさんは本当に気が利く子ですね。ちょっと子供たちの前では言いづらいことだったので。それじゃあひょっとして？ええ、市長のお誘いを受ける決心がつきました。これ以上マノリアの方々に迷惑をかけられませんから。今日の学園祭が終わったら、あの子たちにも打ち明けます。そうですか。寂しくなるけど、
仕方ありませんよね。そんな顔しないで。オートとは言っても飛行船を使えばすぐの距離です。それに私、オートに行ったら仕事を探そうと思っています。ミラを貯めて、いつかきっと孤児院を再建できるように。院長先生。さてと、花子たちの後を追いますか。ヨシアさん一人に任せておくわけにはいきませんからね。着られないかな。あんたの背丈じゃ無理よ。私もこの白いドレス着てみたいんだけどね。おーおー、楽しんでるみたいね。あれ、ヨシアはどこ行ったの。ヨシお兄ちゃん、私たちをここに連れてきてからどこかに行っちゃったぜ。お姉ちゃんたちが来るまで待っててって言われました。どうしたんでしょうか。ポリー知ってるよ。ヨシアちゃんってば、銀色のお兄ちゃんを探しに行ったんだよ。銀色のお兄ちゃん、火事があった時にポーリーたちを助けてくれたお兄ちゃんだよ。頭が銀色で綺麗なの。え、その人を学園の中で見かけたの。うん、チラッとだけどね。ヨシアちゃんも目をまん丸にしてたよ。ポーリー、お前な、その時にオイラたちに言わないんだよ。だってクレープ食べるのに忙しかったんだもん。エステスさん、うん、院長先生、私ちょっと失礼するね。ええ、そうした方が良さそうね。クローゼ、あなたも言ってあげなさい。私たちのことは気にしなくてもいいですから。すみません先生。お姉ちゃんたちもう行っちゃうの。うん、ごめんね。ゆき、楽しみにしてて。そうそう、目いっぱい頑張っちゃうんだから。とにかくヨシアを探しましょう。その銀髪男が何者かは知らないけど、なんだか嫌な予感がする。ちょっと待ってください。ジーク、聞きたいことがあるの。ヨシアさんがどこに行ったかわかる。相変わらずすごいわね。あれ、あっちの方角って。ええ、本館の裏手にある旧校舎の方です。いつもどこかすっとぼけてるんだよな。
どうしたんだい？そんなに慌てて。まさか何かあったのかい？あ、いえ、大したことじゃないの。そう、それならいいんだけど。何か事件があったら私に知らせるんだよ。僕もこの寮で学生時代を過ごしたんだ。当時は幽霊が出るとかくだらない噂をよく聞いたものだよ。クローゼにエステル。可愛い女の子二人を放って、ヨシアの奴はどこに行ったんだ。あ、クローゼ、孤児院の子たちはちゃんと来てた？うん、みんな揃って遊びに来てくれているわ。そっか、嫌なことは全部忘れて楽しんでもらえるといいわね。そうね。それにしてもさすがジェニス王立学園でございますな。学園祭がこれほど本格的なものだとは。おお、午後からは演劇か。王都で催される華麗な舞台には及ぶべくもないであろうが、これも公務だからな。見に行ってやるとするか。おや、クローゼ君たちか。今回はこれまでにない盛況ぶりだね。演劇の方も期待しておるよ。ぜひとも学園祭を成功させるとしよう。
ほう、なるほど。学生にしてはよく調べてありますね。なるほど、午後からは演劇と。しかも古典の名作、白き花のマドリガルときたか。悪いが、学生たちにはちょっと難しいんじゃないかね。確かに気配があったはずなのに。でもまさか。ヨシュア！エステル、クローゼ。もうあんまり心配かけないでよね。金髪男を追いかけたっていうからびっくりしちゃったじゃない。あれ、なんで知ってるんだい？ポーリーちゃんが教えてくれたんです。あの子も見ていたらしくて。そうか、鋭い子だな。それらしい後ろ姿を見かけてここまで追ってきたんだけど、どうやら巻かれたみたいだ。ヨシアを巻くなんて、そいつただ者じゃないわね。一体何者なんだろう。わからない。ただ孤児院放火の犯人じゃなさそうな気がする。あくまで
僕の勘だけどね。そっか。それにしてもどうして一人で行動するかな。本当にそうですよ。私たちに伝言するなりしてくれればいいのに。ごめん、心配かけたみたいだね。別に心配してないってば。あくまでチームワークの大切さを指摘しているだけであって。嘘ばっかり。さっきはあんなに慌てていたじゃないですか。そんなことないってば。そういうクローゼだって真剣な顔してたくせにさ。それは二人ともありがとう。連絡します。劇の出演者とスタッフは行動で準備を始めてください。繰り返します。劇の出演者とスタッフは行動で準備を始めてください。そっか、もうそんな時間なんだ。はい、衣装の準備をしたらすぐに開演になると思います。よし、それじゃあいよいよ出陣ってわけね。あ、銀髪男の方はどうしよう。そうだね、カルナさんに伝えて注意してもらうしかなさそうだ。